奴隷。この言葉でイメージする国は、古代ギリシャ、アメリカ、ヨーロッパ諸国を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。日本を挙げる人は少ないと思いますが、実は過去、日本にも奴隷は存在していました。一時のことではなく、古代からの日本の歴史を考えると、半分以上日本にも奴隷として扱われた人たちがいたといいます。教科書では奴隷について教えることはほぼなく、ドラマや小説でもあまり描かれることはありませんが、奴隷の存在を抜きにして日本史を深く理解することは難しいでしょう。今回は日本にも存在した奴隷について解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。古代日本にもあった人身売買。日本の歴史の中で奴隷と思われる存在の最古の例は、魏志倭人伝に登場する聖公です。これは五官商や公会同費にも見られる語句で、本来は捕虜を意味していたようですが、奴隷と同じ意味であると考えられています。日本では古く奴婢という奴隷身分があり、奴婢は男性の奴隷を、はしためは女性の奴隷を表す言葉でした。飛鳥時代には寺奴婢という語句も見られ、寺院が奴隷身分の人を抱えていたことがわかります。人身売買の例を示す初めての記述は「日本書紀」で、天武朝の7世紀終わり頃、凶作を理由に農民の子供を売買することの許可申請があったとされています。奴婢の制度そのものは律令制の崩壊とともに瓦解し、平安時代の半ばには法令で禁止されたと言われています。しかし制度としては撤廃されたとしても、現実的には奴隷相当の境遇となった人は後を絶たなかったと考えられています。人身売買が行われる動機としては様々なものがありますが、そのうち飢饉による困窮は重大なものでした。いわゆる口減らしで、寒気2年1230年から翌年にかけての寒気の飢饉の際は、幕府が主導して特例的な人身売買を容認する施策を行いました。妻子はもとより自分自身を売る者が後を絶たず、富裕層の下で生活を保障させるという苦渋の選択であったとも言われています。飢饉からの経済回復後には人身売買を再び禁止する方針であったため、幕府としてはその行為そのものを推奨していたわけではないことがうかがえます。戦国期の奴隷市場。戦国時代における合戦は、忠義に厚い武士たちが弱きを助け、強きをくじく、早く戦乱の世を終わらせるためにとにかくかっこよく戦っているイメージがあるかもしれません。しかし各地で戦乱の火種が拡大すると、戦災の形の一つとして人身売買が行われるようになります。織田信長の一代記信長後期の中には、人売り女の話が載っています。京都下行に木戸番と呼ばれる町ごとに区分けされていた際の出入り口となった木戸の番人をしている男の女房がいたのですが、彼女は長い年月にわたって多くの女性を門は貸して泉国境に売り飛ばしていたというのです。織田政権で京都諸子大を務めた村井貞勝はこの話を聞きつけ、木戸番の女房を捕らえ尋問します。するとその女の口からは、自分一人で80人の女性を売ったと語ったといいます。この女は成敗されますが、木戸番の女房というある意味普通の女性がそのような悪事を働いていたことに愕然とします。人を売る、人を買う、いわゆる人身売買は他にも行われていました。戦地となった地域の民間人を襲ったり、そこの食料や家財、果ては人間そのものを略奪の対象としたりする乱取りが横行しました。子供、老人、男性は労働力などに、女性は労働及び性的搾取の対象として奴隷相当の扱いを受けたとされています。この乱取りは下級兵にとっての経済活動とされた側面もあり、指揮官はこれを容認黙認する傾向にあったとされています。いわば戦利品としての奴隷でもあり、戦闘直後には人身売買の市場が立ったことが記録されています。意外に思われるかもしれませんが、有名武将もこれを容認したことがあり、侵攻した土地で捕らえた人々を売買したことや、その金額までもが伝わっています。開国の戦国大名である武田氏は、
戦国初期の開国の生活や世相を記録した妙法寺記という資料には、武田信虎、信玄の父の軍勢が他国の足尾は100人ばかり劣っていったという記述があるのです。足弱とは、女性や老人、子供のような弱い立場にある人々のことだと考えられています。つまり武田氏の軍勢は戦争のどさくさに紛れ、戦利品として他国の民を強奪したのです。また伊達政宗が南奥羽で展開した合戦でも、戦場において多くの人が生け捕りにされたと言われています。そういった人身売買の被害者は、身元が分かれば引き受け人が買い戻すこともできましたが、その際は価格を高騰させたため、救出された人は限られていたと考えられます。またランドリで奴隷の数が大人数になった際は価格が暴落し、二束三文と表現されるように安価で取引されたといいます。上杉謙信は攻め落とした城の城下を一時的に人身売買の市場として、その戦で生け捕った女、子供を二束三文で売買したという記録も残っています。海外から布教に来ていた宣教師たちもその様子を記録しています。ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは、16世紀の九州島で覇権を争った薩摩の島津氏と豊後の大友氏の戦闘について書き残しています。豊後の軍を制圧した薩摩軍は当地の人々を略奪し、特に女性、少年、少女がその対象となって残虐な行為を受けたと記しています。肥後に人身売買の商人がおり、九州西北部の島原半島を拠点として海外の商人にも売り渡されたといいます。逆に大友氏も同様の行為をしていたことが分かっており、当時は全国でそういった人身売買が繰り返されていたという事実があるようです。奴隷相当の境遇となった人々の中には、海外へと輸出されるものも多くあったのです。逆に海外から奴隷として略奪されてきた人々もおり、巨大なマーケットができていたことがわかります。そこには宣教師たちの活動も関係しており、後の禁教令やキリスト教弾圧の引き金の一つになったとも考えられています。人身売買の禁止令。そんな戦国時代の風潮の中で、人身売買を禁止した武将が登場します。豊臣秀吉です。秀吉は戦場で生け捕った民たちを元の住んでいた場所に返し、人身売買を行うことを禁止しています。1587年、秀吉は馬手連追放令を出します。追放令の前日には、明国や東南アジア、朝鮮に日本人を売り渡していることは悪事である、日本において人の売買は禁止するとの秀吉の命令が出ています。これは在日の宣教師に向けて出されたものです。つまり秀吉は日本人の売買に宣教師が関与していると考えていたのでした。宣教師のみならず、商売のために来日するポルトガル人やシャム人、カンボジア人が多くの日本人を連れ去り、奴隷として連行していると考えていました。よって秀吉は遠方に売り飛ばされた日本人を日本に連れ戻すように計らえ、それが難しければポルトガル人らが購入している人々を放免せよ、自分がその代金を払おうと宣教師に詰め寄っています。その宣教師は、自分たちも人身売買を止めさせようと努力してきました。しかし重要なことは、海外の船が来航する港の漁師らがそれを禁止することでしょうと弁解します。つまり自分たち宣教師は日本人の売買に関係していない、まずは日本人を売っている日本人を何とかして取り締まるべきだと主張したのです。しかしこれは倫理的な問題からというわけではなく、重要なことは、百姓などが勝手に移住し耕作地が荒れることを防ぐ、人身売買によって貴重な労働力が移動することを危惧した労働力の問題として重視されたゆえのことでした。つまり秀吉に現代の感覚に近い倫理観があったというわけではないと考えられます。こうして秀吉によってポルトガル商人による日本人奴隷の売買を禁止されたのです。このように華々しい合戦の裏で涙を流す弱い人たちは確かに存在していました。現代ほど物が豊かではない時代において、人は重要な商品だったのです。日本国内で起きたこの惨状は、
後世にも語り継いでいく必要があるのではないでしょうか。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。